ではそこに申し込んだらどうなるかというところで伺っていきます。はい、1枚選んでください。申し込んだらどうなるか、どういう流れになっていくのか、そして成果を出るのか、成果が出るとしたらどこを注意していけばいいか、出ないとしてもどこを注意していけばいいのか、左手で3つに分けてください、はい、そしてまた好きな順番で1つに戻してください。状況、希望の知らせが来る、学び、心理状態、満足、望んだものを手に入れたい、負担は覚悟の上、過去に知らせが来る、現在、冷静に判断する時です、未来、立ち上がる、戦いはない、スムーズにいけるんじゃない、はい、申し込んでいいと思います、はい。なんか年下の男性のカードも出てきてるし、はい、これはあるいはあなたが慎重に前進していくっていう姿も表していきます。そして潜在的なものとしては、うん、自分を縛っているもの、そして自分はここまでだという制限した意識、それは消えていきます。鍵、いいと思います。うん、調和バランス、結構ねこの組織には人が登録してる人がたくさんいると思います。人数多いと思うし、その中から選び放題だと思っているし、あとはパーティーとかそういった会合をたくさん開いてくれると思う。ここは、はい、そこでその中からできたら狙い目は年下の男性です。年下のねロマンティックな男性、優しい男性の動作なんかはゆっくりとした、そんなせかせかしない人、まあ、趣味なんかではアート系なんかの趣味を持っているような人、こういう人がおすすめです。あまり仕事のガツガツするような、ね、人間はではないと思います。あなたに会ってるのは、はい、仕事系のガツガツしたね、あるいはすごく切れる頭のいい人とか、そういう人ではなくて、物静かな喋り方なんかもゆっくりとした夢、ある種夢見がちなところもあるような人、そういうのがあなたにはぴったりだと思います。その人と未来、この悲しみのカードが逆位置に出てるので、自分を責めるような悲しみ、それは終わります。はい、そしてその人と戦いもなくスムーズに
物事を運んでいる。ただしね、このカードはね、下から攻めてきている人たちに対してあなたが戦っている姿です。丘の上から一番の問題点はね、攻めてくる人の姿が見えないところなんだ。不安になります。弱気にならないで、これがアドバイスになる。はい、弱気にならずに行けば必ずゲットできます。あなたの心理状態は望んだものを手に入れたいと思っているわけだから、この申し込むことであなたは望んだものを手に入れることができます。はい、それはたくさんの中からよりどりみどりな感じで選べていけると思いますから、絶対申し込んでください。やってみてください。